おはようございます、こんにちは、こんばんは。レビペンです。今週もナイトウェーブの攻略ヒントをざっくりまとめて紹介していきます。2021年10月11日から10月18日9時までの課題をまとめていきます。この動画では今週の課題をまとめていきますが、同じ課題が出た時も検索で調べられるようにしておきます。では課題の攻略に行きます。まずは防衛というウィークリー課題です。防衛ミッションを20ウェーブ戦い切るだけです。どこでやらなきゃいけないという指定はないので、前半の惑星、例えば地球での防衛とかがおすすめです。次はエクシマス処刑人の課題です。エクシマスを大量に出したい場合は分裂ミッションに行きましょう。分裂ミッションでエクシマスが条件で出た時、あえて失敗することで大量のエクシマスを呼び出すことができます。分裂ミッションの攻略法は過去の動画をご覧ください。お次は金星の採掘人という課題です。採掘の具体的な方法は過去のオープンワールド動画をご覧ください。お次は保護主義者という課題です。金星のオープンワールドのオーブ渓谷で6種類の動物を完璧な状態で捕まえる必要があります。金星のオープンワールドの解放方法は過去の動画をご覧ください。金星のオープンワールドでの動物保護は全てルアーというアイテムが必要です。ザ・ビジネスのところでルアーを全て購入しておきましょう。具体的な動物保護の操作は過去のオープンワールド攻略動画をご覧ください。次は地球のバウンティーハンターという課題です。地球のシータスに入り、メニューからファストトラベル、コンズを選択すればバウンティーミッションを受けられます。5種類の依頼を受けてクリアする必要があるので、やや難易度高めです。低い難易度しかクリアできないという場合は、依頼が更新された後別の難易度の低い依頼をこなしましょう。こちらは守護者という課題です。機動防衛を3回こなせれば OK です。こちらはレリック解放というウィークリー課題です。レリック解説動画を見れば全てがわかります。以上が今週のナイトウェーブ攻略のヒントでした。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次回、さようなら。